あの桜も色づくんですよ、あの秋だったら。で、私がその私も本当にここ何年か前に初めて知ったっちゃけど、あの小江戸っていう言葉があるって、ちっちゃい江戸って書いて、で小京都はよく聞いたことあるやろ、はい、小京都ってどこ、あのね、小京都と呼ばれるとこいっぱいあるって、あれだけど京都っぽいと雰囲気が残っとうとこ、あの西の小京都とか言うやん、あの萩とことかのこととか、あと荻の荻とかも小京都、なんか小京都って調べたらいっぱい出てくるって。で小江戸ってほんのちょこっとしか出てこんちゃうけど、で小江戸っていう言葉も私初めて知って、それは出雲さんから聞いたって、えー、そんなことがあるって言ったで、初めて知って、だそれのその小江戸で有名なとこっていうのはあの川越、うん、あのお芋のこと十三里って言ったよね、別名、うん、でそのさつまいもをね日本橋までその送るときに、その場所がそのなんて言ったらいいとかやな、その川越から日本橋までの距離が十三里やもんやけん、あのお芋のこと十三里って言ったりするっちゃうけど、まあだけどそのさつまいもがいっぱい取れてた土地で、それがさつまいもも盗んだとよ、あの競歩の基金の時に、あの吉宗の時代やけどね、あの江戸ってすごい基金やったっけさあのそれこそなんかどっかから止めとかないけ、本当はそのなんて言ったらいいと、誰にもない渡さんかったのに、あのなんか盗んできたっていう話でした。基金を救ったらしいみたいね。それであのそう川越にはね、あの人もおっしゃった、春日の局の菩提寺があるって。春日の局は何した人か知ったやろ。あの春日の局ではあのあれよ、あの三代将軍家光のあの育てる親というか乳母ね、うん、で、あのそこのその人を弔っと、家光が弔ったお寺があるっちゃけど、で、あの神社とお寺が一緒になっと珍しい形のとこなんよ。でそこのお庭の桜の木が紅葉しとったっけ、私「え桜の木も紅葉するんですか?」って言ったら、その時あの自動車評論家の園部さんを連れて行ってくれとおっしゃったった自動「えっ春橋さんでも知らないことあるんですか?」って言われたけど、「いや先生私知りませんでした」って言ったらさ、それであの35、6か7の時にあの桜が紅葉してるっていうのを初めて見たんですけど、ちょうどね黄色かったり赤かったりほんと綺麗かったって、そこその桜の木はあのしだれ桜やだと、しだれ桜の葉っぱがこう紅葉しとってね、うん、なのであのそしたらふっとさ、こないだ昼間通り寄ったらさ、春町の駅の前の桜の木も紅葉しとうけんさ、桜の木紅葉しとうやんと思ってさ、で昨日友人のバムケロが、おとといかな、バムケロが来たけん、それも言ったら、私毎日ハワキよけ知っとうよって言われて、だけどあの意外とあの桜も紅葉しますので、あのそんなに山深く紅葉見に行かなくても意外と近所に紅葉してますから、あの忙しい中にもあの季節感を楽しみながら行ってください。あの桜は桜とか、あと春町の駅の前のあの植え込みのあの木もちゃんと紅葉してます、うん、あのようやくなんか闇金のなんかベタ張りみたいなのも綺麗に剥がしていただきまして、あの町の美化も少しは、ちょっと待って、あ、何どうしたの、大丈夫です、ということで、あの桜の木が紅葉します、はい、あの意外と桜の木が紅葉するのって知らんよ ね、 いや私は知らんかったけど、意外と35、6あるね、だんだん年取ってくるところあんま感動せんことになるやん、でも意外とそれで感動したとえーって、あとあの蕎麦の花が可憐で綺麗なのとか、蕎麦の畑見た時に感動したりとかね、リンゴの花の白いのを見ておーって感動したりとかね、リンゴの木ってなかなかないやん、ないですね、なんかリンゴの白い花を見てさ、もうこれがリンゴの木なんか花なんかって、ね、あと生で食べられるグリーンアスパラガス、この頃なんかそういうこう農薬を使ってなくてうんみたいな、もうあの生でボリボリ食べれるグリーンアスパラガスをあのエイジさんから食べさせてもらった時は感動しました。あ、エイジさんってね、あのあれキヨシちゃんつながりの踊る料理人なんよね、でレストランを開きにしたたびに、レストラン開きにしちゃったらあの案内くれんしちゃったけど、
中央区のね、なんかね、分からんとこにあるっちゃう、その私からしたら、その急にパッて行くところじゃないって、ここが。ここがおすすめの、あのだけそういう食材でね、いっぺん、清ちゃん家であのホームパーティーしてくれた時に、生のグリーンアスパラガス出してもらって、感動しちゃうな。糸島にそういうのがあるらしいけ、糸島にさ、あのここで言えば、だけマルシェみたいなのがあるやない、なんか、その、なんていうの、農協まで持っていくじゃなくって、作った人が、生産者がそのままそこで出しとんしゃ、規格外商品みたいなのも出しとんみたいな、多分あそこでも手に入ると思うちゃうけどね。グリーン、まあグリーンアスパラガスのごめん、季節外れよ、グリーンアスパラガスだったら春の話だけどね。いや、それで今日久しぶりに春町への道が取りようかな。そう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 。春町 JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。